はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきます。現在地は最初の自分の村の目の前、今夜明けだ。オロスの地の夜明け。パート2を終えてから、狩りをしてました。狩りをして、いろんな動物の皮を手に入れてクラフトを少し進めました。矢筒アップグレードして、これで今矢を24本今現状持ち運べて、ガットバッグ、食料系のバッグもアップグレードした。こんなところかな。で、ヒグマを1体倒すのがやっとで、ボッコボコにされたと。まあ、動物狩りの方は動画外でどんどんやって、早めにこういうバックパック、その辺たもろもろアップグレードすれば後々楽になるのでやっていこう。マップ、現在の目標はこのティンサイという人に会って、この人村に連れて行ったら獣の手なずけ方とフクロウの呼び方を教えてくれるそうなので、でそのフクロウが使えるようになると、どうも調べてみたところ、そのフクロウがこれまでのファークライシリーズの、敵のスポットの役割を果たしてくれるそうで、口笛でフクロウを呼び出して、で上空から敵のスポットをするとというね、古代の世界だと、それをね、スポットの手法として使うと、いろいろとやりようがあるらしいので。で、まず最初の目的地は、ここに向かう道中にあるこの、ナクティのかがり火ってところがあるので、ここをクリアしたら拠点化できてファストトラベルもできるようになるから。だけど多分敵がいるんだろうね。ここの近辺に向かってまずは制圧をしよう。さあ、この先だね。今作も主人公をバッチリ 敵を誘導するためのこの石を無限に兼ね揃えてるそうなので、これをうまく使ってステルスプレイやっていきたい。そしてスキルだ。動画外で解放したスキルが新しくあって、最終スキルの方で視力向上1で、左下のマップメニューに表示されるエリアが200フィート拡大すると、あと前作では自動的だったっけな、マップに映ってた植物、今映ってないんだけども、スキルをゲットしたらこの植物が映るようになるから、これも早めに取っておこう。でもこの時代シリンジとか作るのかな。この世界のその拠点の確保方法はかがり火を点火するんだね。このオロスの大地の至る所に、このウィンジャーという、一種の一族だ。一族が、いろんなところにいるから、そのウィンジャーの仲間たちを集めて、村をどんどんよりよく、でかくしていくと。かがり火は制圧した縄張りの印となる大きな狼煙だ。周辺の敵を排除し、部族のためにかがり火に火をつけてダッシュしろ。で、これでダッシュしたらファストトラベルができるようになると。OK。今スポットなんてできないもんね。この辺も。まだ使えない。さて。そうだ、これがあるんだ。敵、あれでも敵いるのか、これ。動物が暴れてるけど。敵いないのかな。動物が暴れ回ってる。今、矢が17本。槍もあるけど、敵がいない。準備整えてきたけど、敵がいない。オッケー。かがり火点火。かがり火点火ってどうやってやるんだろう、これ。自分で火をつけて、こうか。点火オッケー。かがり火ダッシュ。ナクティのかがり火。ウィンジャ人口増加、経験値400。で、これでファストトラベルできるようになる。小屋の建設やアップグレードのために村へファストトラベルすることもできる。
あ、これもしかして村の発展できるんだ。リワードスタッシュも開けるでしょ。調べる。ほうほう。マップ。高原ここでしょ。村人特化の人数って、あ、こんなのもあるんだ。これはそれぞれの人々のミッションを進めてアップグレードしていくと。オッケー。それじゃあ、ヒグマいるんだ。この辺のサイドクエストもあるっぽいけど、まずこの、なんか、見た目すげえ、悪度そうだけど、ティンサイという人に会いに行かないと。車とかないもんな。車とかもないから、徒歩で行かないといけない。裸足の。さあ、向こうだな。じゃね、ちょっと石ころ、待てよ、3人いる ?3 人いる。石ころ使ってみたいな。あんまり隠れるとこないんだけど。あれ、この辺。一人離れてったな。これ火つけとこう。こっちにも投げてみる。あ、なんか別の敵見つけてる。あー、離れそうにないな。やっちゃうか。一人ちょっと炎上させるか。物理的に。ああ、バレるバレる。はい、ほら、もう一人。ああ、弓だ、もう一人。これ投げることもできる。よし、本望はね、投げちゃうこともできるとね。飯食って、いや、ちょっと待って、火事、森林火災。投げるんだったら槍の方がいいか。これ回収したい。なんか結構遠くの方で人の声聞こえるんだよな。これなんだろう、自然の石の橋。人の声。白い。あ、そっちか。あれ、そこにいる。槍使ってみるか。おい、あ、強い。あ、ミスった。え、待てよ、あれ白いってことは敵じゃない。こっちか、敵は。よいしょ、撲殺。待て、あの白いアイコンの人は何なんだ。え、あれ、戦意喪失。敵のマークが出たけど、ほっとこう。あ、で、槍は回収できる。で、こっちに動物が転がってるんだけど、ドールだ。さあ、ここの崖の上か。これ敵だよね。テイクダウンできるのかな。コンボスタンバイ。
テイクダウン。おお、あ、荒っぽいテイクダウンだ。ナイフじゃないから。で、結構手持ちが豊富に揃ってるっぽいけど、太陽が眩しい。まあ謎のロケーションも結構あるそうで、ストーンフィンガーで、ここだ。洞窟？こういうぶら下がってるものは矢とかで撃つと下ろせて調べてアイテムがあると。暗いな。なんて人だったっけ。そうそう、ティンサイ。ティンサイよ。いた。大丈夫、大丈夫な人。もう満だった。ホワイト・ワルシナール。ワルシナール。ティンサイ・ハサン。バルシャ・ユーギ・カラー。ハーツ・ナッサン。ネズミ？ティーグリ。ウグワンダ。もうサルはパダワイダ、ウハイタ、ティンサイ。ない、ない。ジャサル、ウジャサルだ。え？ハサル、アシャイウバジャ。え？何がしたいの？え、ちおパフェタカおパフェグイットグイット、ウテシャイウスラウガクワシャダガスラウガクワシャダガ。あれ？え、この世界にもあるの？妄想世界。導きの袋を見つけろ。ハンタービジョンも使えない、武器もない。鹿が光ってる。何これ、獅子神みたいのがいるけど。すげえ。袋を追え。袋。もう壊れちゃった。で、落下してる。うん。あ、今のフライハイか、フライハイか今の。飛んでる。袋を追え。あーっと、これ操作難しい。というか操作説明がなかった。オッケーオッケーオッケー。こうだね。ん？ん？水の中入った。え、なんじゃこりゃ。黒を海の中飛んでる。え、離れすぎている。で、また落ちてる。袋どこ行った。わあ、どこでしょうここは。
た。ファークライ特有のこの神秘的な妄想世界。チェックポイント、うん、おお、また飛んだ。ついていく。この人体浮遊というかフライングもファークライ4のシャングリラにあったな。滝の中突っ切る。あ、下行った。おーどどどど、なんじゃこりゃ。マンモスいる。血を飲んだらこんな世界に行けちゃうので、竜巻起こってる。ハリケーン、ハリケーン。また違うとこだ。カワウソみたいのがいる。フローウェイヒグマって名付ける。お、手なずいた。かわいい。ビーストビジョン完了。ファラがバンデだ。スープネア。なスープネア。Baren Sayu, Guarpa de Gala. Guarpa de Shras! Uai, Guarpa de! Ubargo Sayu, Tusi Daha. Usai, de Yudi Yauga Daha. この人、片目見えてないよな。Guarpa de!ファランハバンダタ、袋と絆を結んだ。だが吠える獣はどうだ。群れのリーダーのホワイトウルフを見つけろ。その魂を沈められるのはお前だけだ。ビーストマスター、なんかすげえ関わり、あんまり関わりたくない人だったけど、袋ゲット。今呼べない。スキルゲットしたな。村には来ないんだね、この人は。あ、これだ。敵のタグ付けを行うことができる袋。これはアンロック必須だ。必須だけど、あ、必須っていうかもう取得済みしてる。取得済みになってる。じゃあ、どうしようかな。植物表示しよう。植物表示 OK。 調べる。火つけてやけど、これ火ついてるか。自分でつけよう。続いて鳥を手なずけたけど、今度は獣。こっちか。またティンサイ。こっちの方に行けばいいんだね。で、ちょっとずつマップが広がりつつあるけど、確かに全体図を見る限り、多分これ上にガーッと伸びていく感じだから、スタート地点も同様にFar Cry4のマップ形状にそっくりだ。
ッケー、じゃあここヒグマいるけど、まだティンサイのとこに。僕は一回外出よう。ん？あ、外出なくていいのかなこれ。あ、いや、外、出口どこ。出口ここだ。ちょっとまだ明るい。ほぼ火つけて。袋。待って、目の前に敵いる。待って。あ、敵じゃない。あ、ウィンジャーの人ですか。サルワサダルタカル。なんて言ってんのかわからない。なんか別のクエストがあるっぽいけど。待って、誰かにもしかして。あ、なるほど。ん？気づかれた。いてててやり。ほら、テイクダウン。おお、貫通。待って、まだいる。ほら、あ、やり強い。刺さったら強い。やりなかった。テイクダウン。待て、敵が燃えてる。あれ、仲間助かったかな。敵は全滅 OK。 仲間死んじゃったか。アイテム回収しよう。これ火ついたコンボ投げたら一瞬で火事起こるな。槍回収した。コンボを作り直せない。木材が足りない。ちょっと待ってよ。もう一回袋。袋かも。おお、袋来てる。獣を送り出すとかできるんだ。あ、待って、燃えてる。ハンタービジョンも使える。おお、これであれだね、スポット能力もついてるから敵陣営の偵察には。燃えるんだけど、ちょっと火事が広がりすぎ。さあ、目的地行こう。ん、待って、なんかまた別のイベントが起こってる。あれ、なんかここ通れそうだな。どう、助けれるなら助けようか。動物に襲われてるのか。あ、違う、敵じゃん。バレてない。あの人助ければいいんだな。ぐさり。オッケー、ダブルグサリー。あ、待って、カチ。西。し、燃え死ぬぞ。ウィンチャーイベント完了。これ、あんまり、そうだね。その、火つけて、バンバン使うべきじゃないな、これ。で、こんなとこにヒグマが。待て、ヒグマはまずい。逃げる。オッケー、ここだ。ビーストマスター、承諾。ウダムは狼を飼ってる。奴らを止めないと。フクロウを駆使しろと。フクロウを使ってウダムを見つけろ。まあ、偵察だ。よし、じゃあちょっと霧悪いけど、狼黒い。今回はここまでにして、じゃあ次回袋を使ってウダムを見つける。まだ初歩の初歩あたりだから、この辺のチュートリアル的な行動のクエストが続くのかな。
じゃあ次回ここから袋を使ってウダム見つけて槍強いから槍で戦っていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。